皆さんこんにちは、ケンです。サミです。本日はですね、はい、台湾メーカーからサイクル用品を提供いただきましたので、うん、そちらの、ご紹介とレビュー動画になります。はい。実を言うともう1ヶ月前からお話が来ていて、うん、3週間前ぐらいに受け取りました、うん、で3週間毎日使った上でレビューさせてくださいっていう条件のもと、うん、まあ何でももうどんなことでも言っていただいて結構ですという内容でお引き受けしました、うん、なるほど、はい、何でも言いますからねこの人この人ただ紹介するだけじゃなくてもう本当に私がどう思ったかっていうのを今日お話ししたいと思います、うんうんうん、はい、今回いただいたのがこちらルミスっていうものになります、うん、これ何かっていうと、まあ、今これパッと見まあ、クラッチバッグみたいな、そうね、ポーチみたいな、ポーチみたいな感じですね。結構防水加工もされていて、まあ、水とかが入らないファスナーになってます、うんうん、これはサドルバッグです、うん、はい、しかもテールライトもついていて、うん、テールライト一体型のサドルバッグ、うん、でついてたのはサドルバッグとサドルのレールにつけるマウントで、うん、テールライトになります。テールライトだけでも製品ありそう。あ、そうですね。USB 充電式で、うん、しかも結構明るいんですよ。こういう感じで結構。明るい明るい。明るいんですね、うん。で、ボタンを押して光量変えれたり、こういう発光モードにしたりとできます。うん、で、これがまあサドルのところについて、こういう風にカチャッと取り付けるわけですね、うん、まあ、これだけでも普通のテールライトとして使える、もう十分な明るさを持っているものになります、うん、でそこになんとこれを、お、これをテールライトにつけます。おー、ガチャン。お、そうするとこうちょっとライトセーバーみたいな確かにライトセーバーみたいなこの、うん、透明のところにこう光が行くわけなんですよ、うんうんうん、ちゃんと伝わって明るい明るい、こう見た時にも明るい、うんうんうん、そう、横からの視認性もよく、あ、そうね、こっちからの視認性もいい、しかもスタイリッシュでおしゃれ、うんうんうん、なんと開発に2年ぐらいかかってるそうです。へえ。で、まあ、街乗り の、 あのクロスバイクとか、うんうんうん、シティバイクには間違いなくこの製品合うと思います、うん、だけじゃなくて私はそのロードバイクとかグラベルバイクでも使ってみて、うんうん、どう思ったかっていうのを、ご紹介したいなと、はい、まあ、普段はねこうやってテールライトついたまま持ってけばテールライトを捉えることもないし、そっか、このマウントだけが自転車に残るってことね。 3mm のアレンキーで固定してるので、うん、なかなか取っていく人はいないと思いますよ、うん、こうやって抜いてあげてこの状態で、休憩したりとか、うん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 、まあ、コンビニで高級食買ったりとかするわけなんですけど、止水ファスナーしっかりしていて、開けづらいとかはないです、うん、で中身こんな感じなんですけど、まずこの中にはこういうミニ財布的なものが入ってます、うん、これも止水ファスナーかな、水が入りづらいファスナーで、裏側にはこういう、まあ、例えばタイヤレバーつけたりとか何でもいいと思うんですけど、バンド式のやつで、ここがマジックテープついてますので、うん、こう中にあるんですけど、こう動かないようにできるわけですね。仕切りの役割にもなりますし、うん、こういうふうに仕切り、ここが裏肝みたいなのになってるんですけど、奥がそこがね、うん、でこういうふうに立てれば仕切りにもなります。これすごい便利ですね、うん、これあるかないか全然違いますので、うん、すごいいいのつけてる、うん、で中とは言うとこういう風にカード入れが端っこに、うん、こっち側とこっち側に2箇所あるんですよ、うんうん、でここに例えば今は、まあ私らの住んでるとこも、うん、カードキーになってるんですけど、あ、自宅がね、はい、あと、まあ、電子マネーの時代じゃないですか、うんうん、でここにカードを入れることによってこれを開けずともこうピッとできます、うん、そういう素材でできてる、うん、ので妨げないですね。なのでしっかり実際やってみました。お支払いもできたし、うん、自宅の鍵もこれでピッて開けることができました、うんうん、じゃあもうコンビニにそのまま寄ってシャッと乗って鹿島を持ってピッて帰るってことね。そう、開けなくてもいい、うん、まあ、使い方いろいろあると思うんですけども、
まあ、基本的に休憩した時に外すので、うん、まあ、お財布とか鍵とか貴重品入れたりとかもいいと思いますし、普段あのパンク修理キット、パンク修理キットも盗まれるっちゃ盗まれるんで、こういうとこに入れとけば、まあ、チューブ2本余裕で入りましたし、あのロードバイクのチューブであれば全然いい感じでしたね。で実際使ってみた感想なんですけど、まあ、これをこうやって取り付けた時に、まず僕が一番心配したのが、ファスナーが下に向いてるんですよ、うん、だからこれもしかしてファスナー振動で開いたりしないかなっていうのがすごい心配だったんですけど、全部バサーバサーと、まあ、3週間本当に毎日、うん、あのいろんなバイクに、あのロードバイク、クロスバイク、グラベルロードにつけて、特にグラベルロードとか振動多いし、うん、ロードバイクも、速く走るから40キロとか、うん、ですけど一回もあのファスナーが例えばずれてきたとかっていうのはないです、うん、しっかりしたファスナーなので、うん、そういったことはなかったです。あとはあの振動とかによるカタカタ音とか、うんうんうん、あとここが外れないかとか、ライトとカバンの部分、うんうん、そうね、っていうのも心配してたんですけど、ガタはちょっと少なめなので、うん、あの全く外れなかったですね、うん、すごいそのぐわん、荒れた砂利道とか走ってたんですけど、うん、全然問題なかった、うん、でこれ結構使ってるんですね。こっちはまあ、まだ全然ですけど、うん、あの汚れてもあの水拭きでもう綺麗になっちゃう、うん、素材、うん、水とか水滴がこう残るような、あ、染み込むとかはないです、うん、っていうところで文句もなければいい製品だなっていうのがやっぱり見てて、うんうんうん、っていうのが感想です。で、まあ、こういうマウントだけっていうのも売ってるっぽいです。あ、単品で。そう、例えばこのマウントを何個も買っといて、うん、複数台持ちだったら自転車につけとけば、うん、こう、これだけカシャン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 ってつけれるので、うん、これだけ買えばいいと思いますよ。なるほど。重い荷物、まあ、要は、うん、あの CO2 ボンベとか、うん、チューブとか重いの入れてもそんなに、そんなにかな、なんか揺れとかがすごいなとかはなかったです、うん、やっぱしっかり固定されてるのか、気にならなかったです。まあ、ここいっぱい入るぐらいの重さっていう条件なんですけど、うん、そういうのもなかったです。あと、まあ、こうしたら面白いなっていうちょっと意見だけ言うと、うん、例えばこれってあのなんかよくその世界で戦う選手とか、うん、あの背番号的な、背番号じゃないけど番号、うん、ゼッケン番号っていうの、うん、なんか、うんうんうん、ついてるね、ぽい形なんですよ。つけるとちょうどつけたらそこに、そう、なんかあのそれっぽいんですよ、うん、あの画像貼っときますけど、こんなんですけど、例えばここに何かデザインがあったりとか、 あとは写真貼れるとか、あ、ステッカー貼れるとかっていう素材、うん、あのここプラスチックでも全然いいと思うし、こういうのは今その街乗りにすごい向いてるようなあの生地感なんですけど、うんうんうん、そういうシールとか貼れるとすごい横から見て面白い。だからこれはこれでいいし、うん、違うデザインのやつもあるといいって、ね、いや売れるんじゃないのと思いましたね。私的には例えば車体に合わせてピンクだったりとか、まあ、色もそうだし、うん、そのなんかステッカー貼れたりとかたら可愛いかも、ね、横から柄が、柄があったりとか。やっぱ最近そのインスタグラムとか写真とか載せるにあたって、あのここなんかアピールポイントにできそうな形なので、そういうのがあると、まあ、なんかしてみようかなと正直思ってましたね。あ、そうだね、実際あの使ってもらったんですよ。私も一回ロングライドで使ってみて、うん、すごいあの風が強い区間とかもあったけど、うんうん、まあ、確かにブレることなく、私も何回か心配になって確認したんですよ、うんうん、あるかなみたいな、けど全然ビクともしてなかったし、あとはまあこのカシャンってやつもあのちょっとコツはあるけどスムーズにいくし、全然全然力がいることもないし、うん、こうやってカチャンってするわけなんで、うん、女性ならではというかの小物とかもやっぱりどうしても男性に比べると持っていくものが増える。だからあのあれでしょ、あのパンク修理キットはツール缶に入れて、そういう小物とか財布とかは、まあ、ちょっと汗拭き用とかあのタオルとかはそっちに入れてるのね、そっちはね、うん、今回はこっちの方が入れやすいし、
取り出しやすいし、すぐ出せるからかけたら。デメリットはない。デメリットがどうだろうな。なんかデメリット特にないんだよな。まあ、当然、まあ、不安要素やねっていうだけやね。ここがほら、例えばもう締め、極端に締め忘れたらもう、いやそれはあの製品の問題じゃなくてその持ち主が悪いよ。持ち主が悪いけど、だからそれでもほら、上向きのファスナーと下向きのファスナーやったら違うかなとか思ったり、うん、そうなんでね、ダンシング、まあ、サドルバッグつける以上、まあ、ダンシングすると当然重さがあるからちょっと揺れるっていうのは、うん、でそれはそのサドルバッグ のつける方全員に言えるので、この製品のデメリットではないんですよ。あ、なので特にないです、正直。あ、そうなんやな。あのちょっと珍しいかもしれないですけど特にない。じゃあめっちゃいいってことやん。いや、まあ、いいっすよこれすごく、うん、ここもなんか別にファスナー この持ち手の部分も細かいこと言うと、うん、壊れそうな気配もなくて、あのひんやりする冷たい安っぽい感じでもないんですよ。あ、そう、ね、全然安っぽくないんですよこれ作りが。そうだね、いいの使ってるなーっていう感じが。そう、ただここが安っぽくて壊れそうとか、うん、ないんですよ。いやすごいよな、なんかいいところをめっちゃ絞り出そうとしてるんじゃなくて、悪いことをめっちゃ絞り出そうとしてるレビューってやばくない？いや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 、ね、言いたいじゃん、なんか俺言うじゃん、うん、そうそう、私言うじゃん。あ、じゃあ強いて言うなら、分かった分かった、強いて言う、 なら価格が、あの今ちょっと早割りとかいろいろあるんで、いろいろちょっと価格変わってってるんですよ。そうなんや。しかもこういう形じゃないですか、硬いんですよプラスチックみたいな、うんうん、あの光通すために、うん、これがしっかり形を成形してるんですよ。わかります？言ってること。そうか、型崩れがしにくいのね。ここはもちろん型崩れするかもしれないですけど、ここが L 字型のとこが、うん、あの細かいこと言うとしっかりしてるので、うん、硬いんですよ、うん、だから型崩れしない状態が保てるんですよ、うん、だから綺麗に、うん、あの見た目をつけた時に綺麗な長方形を維持できるっていうのはすごいなとは思いますね。あと閉めてもらおう。でも悪いとこないんだけどな、本当に。どんなんよな、使ってみてどう思ったやろ。で、私はこういうとこがいいと思った。で、悪いところはないもんはないんやって。